ただいま7月16日の朝5時7分です。
Thank you.
お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今日から2週目ということで、とはいえ、雨が続いたのと晴れが少なかったからなのか、草の丈もそんなになく、刈りやすくて、非常に良かったです。だんだんこの暑い日が続いてくると思いますが、2週目も、頑張ってやっていきたいと思います。以上です。はい。そうですね、草が思った以上になかったのと、あとある程度届くところをツインモアで買ってたっていうのが良かったと思いますし、草の丈が短かったんで、スパイダーモアが非常に斜面でも使いやすくて結構はかどったと思いました。ということで以上です。どうもありがとうございました。終了時刻は8時7分でした。